日本東京都足立区柳原柳原は東京都足立区の地名。住居表示実施済み。現行行政地名は柳原1丁目及び柳原2丁目。郵便番号は120022。足立区南部の戦時地域東部に位置する。町域の東を隠する荒川沿いには広大な河川敷に日の出町緑地が広がる。北は日の出町、東は 荒川を挟んで対岸に、葛飾区、堀切、小菅、南は千住明野町、西は千住東及び千住朝日町と隣接する。現在の地域区分では柳原は、千住地域に属するが、荒川放水路改作までは、南葛飾郡南は瀬せ村に属していた。荒川放水路の完成によって、地理的に本村と分断された。 1932年10月1日、両軍は東京市の一部となり、柳原は葛飾区に属することになったが、1934年6月1日地理的な側面から足立区に編入されるに至った。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、 足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。町域内に鉄道駅は存在しないが、隣接する千住朝市町に北千住駅が所在するほか、千住明け坊町に東武鉄道と、 京成電鉄の3駅がある。町域内にバス停は存在しない。ありがとうございます。